ゆうけんさんとか佐古くんに認知されたのがこれが初めてだったんだよね。関連した内容でメルマガをやってるからメルマガリストが1日で500とか増えて。はい、どうもです。こんにちは、佐古木です。今回の題は我らの過去のツイート深掘り会。紹介したいよね、今までこれはいいツイートだってやつ、伝説ツイートみたいなやつ。自分史上の伝説ツイート、自分史上のナイスツイート。バズったことないからな。バズったことなくても、いやこれはいいこと言ったなみたいなのがない。常にいいこと言ってるからね地上に受け入れられてるツイートがいいから、1000いいねとかぐらいだったらあるんちゃう。1000いいね超えてんのは多分2個しかない。うーん、1個なんか動画編集の素材サイトまとめみたいな。これ思い出深いな。たまにアンチの方から一発や数ヶ月後には消えてると言われますが、合計1000万回稼いで学生時代に、その後仮に動画編集うまく回らなかったとしても2年後おいしさになるもん、ベロベロバー。これが2020年1月15日なんだけど、当時は合計1000万ぐらいしか稼げてなかったよな。うん、発信活動始めて1ヶ月ちょいぐらい。すごいわ。で、初月が月収100万でやったーみたいな。学生時代に1000万ぐらい稼げればいいなって思ってた。あと2年間でうまくいかないだろうなと思ってたけど、結局ね、学生時代に2億くらい稼げるんだけど、蓋開いてみたら。これ何が思い出深いかっていうと、イニスもそうなんだけど、多分これでみんなに認知された。リーケンさんとかも拡散してたよね、これ。そう、多分佐古くんと初絡み、これ。ああ、そうなんや。現在フリーランスやってますが、滑り止めとして医者になります。全部肯定やん。バズったんだけど、肯定的な意味合いでバズった。七部会みたいな戦闘力。リーケンさんも素晴らしい。リーケンさんとか佐古くんに認知されたのが、これが初めてだったんだよね。医者かけるフリーランスみたいな、おらんかったからな。そんなに安泰やのになんでフリーランスなんのみたいなね。だって優秀なフリーランスそもそもおらんかったから、当時。発注してて思ったやろ。うん、マジでなかった。だから青菜の喧嘩とコンサル作ったし。あとやっぱ俺、キャラクター当時最初めちゃくちゃ尖ってたから、ペロワーというキャラクターじゃなかったんだよね。それもあったんだと思う。ペロッじゃなくしたのなんだ。いや、ペロッキモいじゃん普通に。これ思い出深かったな。佐古くんは2018年の初バズり、これは結構ね思い出に残ってんな。自称賢い人、君らそんなもんできないの、初心者、自分なんて本当に賢い人、なるほど、初心者そこでつまずいてるのか分かりやすく教えたいよ、初心者掴み出すファンかって構造よく見るのに人を見下してることは損してるなと思って見てます。いいツイートだね。これちょうど起業して自分がプログラミングのスクールを出した2ヶ月後とかのツイートで、なんか情弱狩りをやってるみたいな感じのを言われたタイミングで、いわゆる初心者に寄り添うコンテンツくんの大事だよねっていうので、しかもそこからさらにちゃんとリストを書く獲得してて、関連した内容でメルマガをやってるから、メルマガリストが1日で500とか増えて、これ結構いいバズやったな。意外とね、価値観教育が効くツイートでバズってるの。でもこれとかもう10万いいねいったやつよ。正月にもし中学生高校生のフォロワーさんがいたら、お年玉を貯金しちゃダメと伝えたい。お年玉でもらったその1、2万を貯金しても10年経ってしまえば高々飲み会程度です。でも今使えば一生に影響を与える知識や経験になり得る。1万円の価値は年を取ればどんどん下がりますみたいな。こういうのがバズるといいフォロワーがつくよね。そこまでバズっちゃうとね、きついよね。努力の時給っていいよね。例えば4000時間の勉強理学部入ったら、会社員の平均年収400万に対して医者の平均年収1000万だから1600万増える。30年間働くとしたら1億8000万もの生涯年収が増える。4000時間で1億8000万増えるなら努力の時給は4万5000円。これから努力はやめられない。いいね。努力ってめっちゃ素晴らしいよねっていう。勉強の時給はコスパいいみたいなのバズってる人もいたよね。河野源とか確かそれで消えればバズったから、これ別にいいツイートじゃないんだけど、思い出ツイートで、俺炎上とかバズることって本当になかったんだけど、医師国家試験のまず数日前にバズったの。お、結構承知しました、お了解しましたって言ってしまう人の地雷フリーランスとか高いので、発注者は良心対策を食べるよう大スクリーニングとして検査していることが多いです。どれだけ頑張っても社会常識になければというふうにされてない、その辺の言葉遣いにはかなり気をつけましょう。で、結構アンチがたくさんついてるの。ついたなぁ、なんなん、なんでこれでつくん、頭悪いから。これってさ、別に了解しましたって言葉遣いが間違ってるわけじゃないけど、了解しましたっていう人は地雷フリーランス率が高いっていうツイートじゃん。なのに了解しましたは本当は下から上に使っても OK なんだとか、そういうのについて、ああ、世の中って本当に頭悪いな、日本語読めねえなって思いながら国家試験の勉強してた。おろいな。国家試験前ってマジでもう必死だったから、結構叩かれても全く気にしなかったのよ。これに対してちょっと追加の引きをくべてて、このツイート言葉の是非ではなく文化の存在を知っているか、知った上でも無難な選択肢を取れているかといったものを、スクリーニング検査を使っている人が多い現実があるよという話にするとそれ理解できないバカが多すぎて、承知しましたを無難に使えない族の地雷度がよくわかる。いい皮肉やな。青くん久々に出てて盛り上がったってんなって思ったよ。久しいね。覚えてるけ？覚えてねえよ。誰これ？知らねえ。結果言うやつ俺が知り合いなわけないじゃん。元カノとかじゃないの？全然関係ない。やべえな。当時島根に戻って医者の友達と喋ってる感じだから、やっぱ周りに頭がいい世界に一瞬戻ったタイミングだったのよ。一般市場に慣れてて鼻が伸びてたけど、やっぱ世の中頭いいやつってのはこれだけたくさんいるよなって思いながら過ごしてる時に、こう頭の悪いやつらから炎上させられたから、いておかしってなってた。
どうかしょうもろいな、最高や。でも俺ね、多分ツイートのキレとか皮肉のキレが一番良かったのは大学生の頃だと思う。最近キレがなくなってきてる。なんでなんだろうな、温厚になっちゃったんかな。いや、大学生の頃はもうとにかくコロナとかで鬱憤が溜まってた。ふつふつ湧き上がる世の中への不満とかがあったから今満たされちゃってんのよ。あと関わりたくない人に関わらなくていい領域まで行っちゃったから。昔はなんかキモい雑魚フリーランスのマネジメントしなきゃいけないポジションだったし。2020年6月7日のツイート、ユタボン正論すぎて笑ったっていう4枚のスクショだけど、必死で失敗しろ失敗しろってコメント書いてきてるけど、いや匿名でしょうもないアンチコメント書いてる時点でお前の人生失敗してるやんっていう4枚のスクショ。これバズったなあ。れずるいよな、だって自分じゃないのにバズってるからサボンの方が賢いからな、その辺のアンチよりさすがに。あとこれは最近のツイートだけ結構印象深いというか、狙ったバズだ、バカには刺激が強すぎるのにもらえる。なんか長文ツイートができるようになった瞬間にこれは長文ツイートバズる時代来ると思って試しにツイートしてみたの。医学部を出て1年社会の時はめったりびっくりしたことは、世の中の優秀じゃない人の頭が俺すが想像以上、下の古い幅が尋常じゃない。今までマーチ以下に行く日本人となんてほぼ会ったことなかった。下が入ってから医学部に逃げると会話しかなかった。そのため人間というのは事情を正しく理解して正しく判断できる生き物と誤解していた。どんな学問でもさすがに日本語は正しく解釈できると誤解していた。2人に出て先生と見て、私の人間に対しての認識がいかにマフラスかを再認識された。引き努力ができない性格にまで能力も低く周りから承認されて、依然してつまいしたと浅井してたによる推測で他者を批判する人間がこの近年一本によってそのしたことを現実を受け入れた。彼らは本当に日本の教育の被害者。頭が悪く日本語を正しく解釈することができない。例えばうちが B2B 基軸で人材確保のために B2C で教育サービスを展開していて、非に夢を見せてないために現実を教え、簡単にも書くことない最初の下の娘から始まる、当然クライアント最優先と発信したら搾取してきた頭の悪い発言をしてしまう。そして彼らはその発言が頭の悪い発言だと自覚することは愚か、自分たちが正しく確か間違っているとすら思っている。日本語で書かれたセンター国語の大卒平均点が200点中120点であることを当時は何かのバグかと思っていたが、確かに社会を見るとそうなのかもしれないと思った。基本的に 50% くらいの日本人は日本語で書かれた事象を半分くらい誤解するし、それに対して正しい解釈と考察できないのだ。そしてそれを自覚できていない。不幸にも頭だけではなく性格すら悪く、ただち倫理観すら壊れてしまった人は概念ではなくバイネームで他者を SNS で攻撃し始める。日本の格差社会を生み出してしまった被害者。同期たちは性格も穏やかに頭を賢く運動も得意な人が多かった。みんな違ってみんな良いは幻想で、割と何でもできるいいやつか何もできない卑屈なやつに対別されちまうのが現実。天才やな、この文章。後者がひたすら上げ足を取り、前者を否定したり炎上しているのを楽しんだりしている構図がたたみられる。本当にこの世から見にくい。日本の教育を変え、格差社会を変えていかないとこの見にくい世界は一向に変わらない。 SNS でアンチ活動をしても被害者の方々も決してそうなりたくてなったわけじゃない。頭も性格も悪くも誰にも承認されない結果、 SNS で否定することが他のありとあらゆる誤解より正しいと感じてしまうような日々を過ごしてしまっているのは本当にかわいそう。本当に日本の社会の被害者。私は日本の教育を変える力なので、豊か側の人間として被害者の方々の素晴らしさの対象化にならなきゃと思う。これが私の社会貢献。まともには部長でも申し訳ない。でも賢い君なら理解できるよね。でも賢い君なら理解できるよねに対してアンチコメントたくさんする人がいっぱいいるから、あーって。これもう釣りなのよ完全に。バカには刺激が強すぎるんで読まないようにされて言ってんのにバカが反応するから、バカってやっぱり一番目の日本語を理解できないのかな。刺激が強いから読むなって不快な気持ちになると不快になっても尖ってるな。ステアカ作ってリップしてくるやついるもんな。ほんま言わないなと思うな。最近なんか文章力が悪くなってきたの。メルマガ書いてないし、ツイートも過去の使い回し多いし。文章力って結構仕事の熱量によってもさ依存しひん。仕事の熱量によっていい文章書けたなとか綺麗な文章書けたなって思うときない？まあそれもだし、世の中への鬱憤だよね。満たされちゃったんか。歌舞伎町に対する鬱憤しかないもんだよな。そうだね歌舞伎町に対する鬱憤を持ててる時点で結構幸せか。急上昇1位になってるじゃん、事件性犯罪がファンディング。すごくない？やっぱアンチをいじり倒す動画は再生数取れるんよ。もっとエグいアンチ連れてこい、我らも。岩井さんほどね、ちゃんとブチギレられる人いないよ、なかなか。なだめちゃうもんな、あれな。放置しちゃうもんな。まあ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 ってなっちゃうからね。岩井さんはもう YouTuber として天才だと思う、本当に。あれはガチな、あのキレイゲーはガチだよ。ガチな、その瞬間はガチだよ。それが岩井さんのすごいところだよ。いやすごいよな、あの年になってあんなに熱量持って怒れへんもん。根っからの教育者なんだろうね。もう俺らはさ、なんだヤバいやつがいてもさやばって関わらんとこうってなるわけだもんな。あ、ちゃんと探してあげようっていうのすごいよな。急上昇一すごいよな。受験生版大学ファンディングはあれは何の集客の目的でやってるの？トラたちの塾の宣伝。うん、PR になるだろうね。ああいう志願者リスキリング版でも連れてきたいな。ちゃんと怒る、教育なめんなよみたいなんで熱く語る。そうだね、そういう会話あってもいいよね。確かに。やべえ志願者ってどういう風に見つければいいの？我らの周り民度高いからな。そうなのよ。青くんが喧嘩しよう。うん、呼ぶか、ボコすか、それでついにそれやったら良さげちゃう。しかもそれやっても許されそうやん。確かに。しかも絶対行きたいって言うんじゃん。どういう感じだっけ。出てくれたら嬉しいね。思い出深いツイートの話だけど全然その話しないよ。まあ朝活しますで燃えたのは思い出深いけどなんで基準値低すぎるやろ。朝5時から仕事ぐらいするやろ普通に。燃やすやつらってやっぱどっかおかしいよ。なんか俺のこと叩く映像界隈のやつらもさ、ツイート見てみるとさ、クライアントにドタキャンされましたとかそういうツイートばっかの。クライアントが未入金ですって、まあ、普段どういう仕事してたらそんなこと起きんのみたいな。それでさ、クライアントのせいだと思ってるあたりがやっぱキモいんだよね。いい仕事したら未入金でその取引終わらせたくないもんな。次も発注したいし。そう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 。未入金するやつが悪いと前提のもとやけど、あんまり未入金なん
んかな、納品ちゃんとしてなくて修正あったけどブチ切れて未益になったみたいな。ね、厳しいよな。クライアントからドタキャンとかもさ、まあねっていう。まさか天井な。振り返るとね、いろんなツイートしてきましたね。このツイートによって本当にいくら儲かってきたんだって話ですよ。まあ確かにね。そのベロベロバーででも我らの認知度を取れたのはでかかったんですよ。そうだね、このベロベロバーはかなりでかかったと思う。まあでもバズってもね、稼げる仕組みを作ってなかったら意味ないんですよ。儲かんないから。10万フォロワーいても月100万しか稼いでる人もいるし、1万フォロワーでも月1000稼いでる人もいると。その差は何ですか？マーケティング能力です。マーケティング勉強するためにどうしたらいいんですか？概要欄にあるサコンダーのマーケティングメルマガ登録してみてください。リンクをクリックしてメールアドレスに入力して送信ボタンを押していただけたら、毎日毎日メールが届くんで毎日毎日読んでみてください。そんなわけで今回は以上になります。ありがとうございました。